本さんどうですか、若干差し込まれていたんですか。ちょっと差し込まれてる気はあるんですけどね、気持ちはやっぱりそれぞれセンターから右でしょうね。そうですね、高いバウンドになる。セカンドとノーで回り込んだ。一塁ヘッドスライディングはアウト。藤田ヘッドスライディング及びません。ゲームセットです。ランナー三塁一塁残塁に終わりました。5対4、ドラゴンズがベイスターズを下しました。ベイスターズは追い上げあと一歩及ばずです。低めのボールをよく飛びついた堂上、これはナイスプレーです。これが抜けていれば、はい、確実に1点というのはもう取れたわけですから、この守備は本当にあのネルソンを助けたということを言えるんじゃないかなと思うんですよ ね。これ低いボールをうまく打ちましたがね、はい、この後素早いスローイングを送りました。んっとどうかな、アウトだ。ナイスプレーです。セカンド堂上、これで球団新記録の44イニングス無失点という形になりました。打ってないんですけど今年は戻りましたよね、はい、インサイドをつきました。セカンド堂上を通とワンアウトです。浮いてる。ピッチャーの足元、セカンド逆を突かれたがよく追いついたね、今のランナーは3塁で、はい、右打ちしてますもんね。打ち上げます。サードこの回からは堂上、直道がおっとジャンプして、あっグラブの先で掴んでいます。笑顔で先輩たちに迎えられました。ちょっと今出たんじゃないですか、出しすぎてしかも出そうになっていましたね、グラブのあの 網といいますか、そういうところから。しかしなんとか掴んでいました。どの上ナイスキャッチでこの8回浅尾が3人で抑えています。バットの先、ピッチャーの右抜けますがセカンドのどの上直道、坂本と同級生のどの上直道がさばいて、まず山井、先頭バッター坂本を仕留めました。高いバウンドはセカンドのどの上、前に突っ込んで一塁に送る。これもフランコよく取っています。こんなスローですよ。当然体の前の方に突っ込んでしまいますね。そう、そういうことですね。これで足をうまく使ってますよね。これはセカンドライナー飛び出した。ダブルプレー。体温残した打球だったんですが、堂上の守備範囲、そしてベテラン石井が飛び出してましたね。まあ、それより、まあ、堂上の取ってから早かったですね。そうですね、素早いですね。タイミングも打ってますし、非常にこう集中しているプレー、ネルソンもこれが良かったと。一二塁間、どの上取りました。よく追いついて、あっと一塁はちょっと送球それかかりましたが、ブランコ手を伸ばしてアウト。面白い打球、追いついた。どの上ナイスキャッチ。三塁ランナーベース戻ります。バッターボックスは4番のサブローです。サード。その上の道がさばいています。思い切って前に出てきてさばきました。スリーアウトです。チャン出してサードライナー、サードもアウト。一瞬にしてダブルプレー、スリーアウト。サード堂上直道の真正面に打球が飛んで、取ったところにベースがあった感じになりました。三塁ランナー戻れず、はい、低めのストレート、丸懸命に走る、アウトでツーアウト。空振り取れたり抑えられたりします。真ん中ですが9位に押されて押されて、おっとよく取った。堂上直道このプレー、いやこれはチームを救います。この回変わった堂上直道、
これバルディーズはちょっと球威に押されたような、まあ、それが逆に幸いするからと思ったんですが、詰まりましたね、よく取りましたね、でもね、よく取りました。これはもう浅は助かりましたね。バットが折れました。うまくた取った。送球安定しています、堂上直道。この回も吉見が三者凡退に切って取っています。フライもいい当たりでした。ピチャ返しセンターには抜けない、堂上直道好プレー。しっかりとチェーンを守りの方で盛り立てますドラゴンズ。さあ、あとは援護点が取れるか。6回の裏、このチェーンから始まって3巡目に回っていきます。9回裏、東京ヤクルトスワローズの攻撃。高いバウンド、面白いところサード取った、ドローが1塁へ、2アウト。ショート前カットしました。ドローへ素早いスローイングを見せました。2アウト。低めに変化球を集める外、また落としたが、ドノベナオミチ取った。セカンドライナー、ドノベナオミチの好プレー、よく取りました。随分バットの先の先ですけどね。そうですね。逆に打球は勢いがなくなった分、はい、ちょっと難しいライナーになりましたよね。ちょっと落ちてくるような、ねライナーでしたが、ただまあ、はい、そうは言ってもやっぱり思い切って振ってくるタイプのバッターですから、こういう延長戦みたいな時はね、気をつけないといけないでしょうね。詰まっている、詰まっている、どの上直道取った。追いつきました、どの上直道。いや、これは大きなプレーですね。グローブの中に入りました。完全に差し込まれてはいたんですが、これは落ちたと思いましたよ。いっぱいいっぱいですね。体をいっぱいに伸ばして最後ジャンプ。これは浅尾助かりました。